すげえ。どうして私を？知り合いでもないのに。あなたは知らないでしょうけど、私はあなたを一度空手の試合会場で見ているんです。必死で友人を応援するあなたの姿をね。誰か助けて。出ないとこのチョコ渡せなくなっちゃう。ダメよ、動いちゃ。大丈夫。銃口の向きと引き金の指の動きに集中していれば弾は避けられます。ほらね。誠さん。さあ、どこです、その幸運な男は。だからあなたよ。え、ほら、あれは花瓶じゃなかったんですか。誤解解けました。あ、はい。どうしよら、私誠さんにメール出しちゃったよ。え、今年のイブイブ冬のもみじの下で待ってますって。どうしよう。その子ったら好きよね、そういう謎めいたメールを送るの。聞くは一時の恥だと思ったんですが、それでは男が廃ると思い直し、あそこにテントを張って待つことに決めたんです。その日が来るまでずっと。少々無謀でしたか。ううん、全然。あ、失敗。あ、襟元が伸びきって下着が見えてしまっていますよ。あ、これはオフショルダーって言ってわざと見せてるのよ。それに見せぶらだし。見せぶら。その下着は見せるための下着ということですか。そうよ。その子、京極さんのためにおしゃれしてきたんですよ。誠さん、頑張って。この男はいつか器物損壊罪で捕まりそうだ。やはり自分にはこういうこじゃれた競技は向かないようで。そうね、頑張ってね、誠さん。あ、はい。私信じてるから。